障害のある人を対象にした就職面接会が佐賀市で開かれ、およそ100人が参加しました。この就職面接会は障害者の就職を支援しようと佐賀労働局などが毎年開いているもので、今回は新型コロナウイルスの影響で4年ぶりの開催となりました。県内外から体が不自由な人のほか、知的障害や精神障害のある求職者およそ100人が訪れました。会場には障害者の採用を予定している県内企業31社がブースを設置し、参加者が業務内容などの説明を受けていました。障害者の雇用ということで、全国的にもかなりこう課題になっておりまして、で1人も多くですね、佐賀県内の事業所に雇ってもらいたいと。佐賀労働局によりますと、県内の民間企業の障害者の雇用率は去年の6月1日の時点で 2.76% で、全国で4番目に高いということです。